監督の渡辺です。今何飲んでたんですか？三瓶茶。沖縄はということで、ジャスミンティーです。よろしいです。逆にどうですか、後方から見てキャンプの雰囲気は？非常に明るくみんなコミュニケーション取ってやれてるなと。厳しい練習も声出してみんな頑張ってるかなと思います。いいですね。候補から見て注目の選手は誰ですか今年？一人を決めるのは難しいですね。みんな頑張ってるんで。もう半回答ありがとうございます。サポーターから、渡辺進監督に聞きたい18のことということで、はい、質問をいただいて、たくさんいただいたんですけど、その中から18個。なぜ18個なんですか？2018年ということで。ありがとうございます。やりたいと思いますので、はい、お願いします。お手柔らかに。だいぶ飛び込めてますね。ちょっとあのキム・ジョンヤが少し怪我だったんで全体練習に入ってない分まだまだかなと思いますけれども、まあ庄司だったり、まあ、ジャメだったりもう前からいるような雰囲気でやってくれるかなというふうに思います。1個じゃないですね。まあ本当全部どのチームも手ごわいと思うし、まあうちよりも格上だというふうに自覚はしてます。どっか1個っていうのは特にないです。昔から好きなのはやっぱバルセロナ、あのガルディオーラが現役の頃から大好きなので、彼が選手の時、それから彼が監督の時、まあ、ずっと好きです。まあそういう流れでいくとガルディオーラが好きだから今のマンチェスターシティがやっぱり今一番好きかなと思います。国村さんはどっか好きなチームありますか？僕はベガルタ仙台だけです。ありがとうございます。アメとムチ、具体的に言うとやっぱりより厳しくしたいなっていう思いはあって、まあ高校卒業して入ってくればまだ未成年ですし、まあ選手としてというよりは一人の大人として、一人の社会人として立派にさせてあげたいなという思いがあります。まあそう考えるとやっぱり社会勉強も含めてね、いろんなことをこう厳しく教え込まなきゃいけないかなと思いますけれども、やっぱそれだけだとパンクしちゃうので、まあ、時には肩を叩き励まし飴を与えながらメリハリつけてやることが一番かなと思います。国分さんは誰かいますか、ね、注目選手？僕は全員ですかね。今年はね、やっぱり生え抜きの選手たち、特に、まあ、ずっと仙台でねプレーしてくれているリャン、菅井、富田、まあ、それから健太郎、まあ、健太郎はレンタルでねちょっと出た時期もありましたけれども、やはり経験値の高い彼ら生え抜きがどれぐらい今変わろうとしている仙台でやれるのかと、やってやるんだというプレーをしてくれるのか、そこがすごく僕自身楽しみですし、やってくれるんじゃないかなという期待もあります。実際にその4人のキャンプのプレーぶりはいかがですか？いや、まあやっぱりマイペースでね進めてる部分もありますけれども、やっぱりひしひしと何かやってやるぞっていうような空気感とかそういうものは感じますね。あとはまあある種の危機感というかね、やっぱ彼らも去年怪我で苦しんだ分今年はやってやるっていうのは思いがあると思うので、そういったところでの危機感も合わせて感じるなというふうに思います。はい、セットプレーといっても、実はコーナーキックから喫した失点は意外と多くって、そこは非常に修正ポイントがたくさんあるかなと思っています。でコーナーキックのゾーンの守備は、まあ、去年からというよりはその前からやっていたものを、まあ、ちょっとずつ微調整微修正しているというところです。で、まあ、去年失点が多かった分、
今年はそこにも修正を加えてやっていこうと思ってます。でフリーキックの守備に関して言うと、本当去年やられたのって1つ2つぐらいしかなくって、非常に効果があったかなと思ってます。でそこはゴールキーパーの石野コーチが、去年のドイツのライプツィヒの試合を見て、こんな守備がどうかなというようなアイデアのもとに、実はオーガナイズしてみました。まあそこももう少しバリエーションも今増やしてトライしているので、まあ実際どうなるか期待してみてください。